はい、ありがとうございます。写真でお送りさせていただきます。頑張ります。ありがとうございます。はい、失礼します。皆さん、おめでとう。ありがとうございます。今、選抜会議の委員の方から電話をいただきまして、日曜学生大学高等学校、今度、春の選抜会議で非常に頑張りました。頑張ってね。はい、ありがとうございます。先生、おめでとうございます。ありがとうございました。ぶつけ、大学よしよし。過去、の6番目というところでは、2回、あとはうまくいかなかったのを含めると、4回ですかね、経験あるんですけど、一番どっちになるのかわからないという状況で、本当にギリギリまで、先ほど の画像の中でも、最初に関東4校と東京1校言われた後に最後に、相模と二松学舎のっていうその相模が一言目出たけど終わったっていうふうに思いましたけど、それぐらいどっちになるかわからないっていう状況の中で、それだけに喜びも人一倍というか苦しい日々だったと思いますね。選手たちも頭の中からなくせって言ってもなくすこともできなかったでしょうし、そういった中での日々だったんで、よく頑張って、ブレずに簡単に、厳しい練習を乗り越えてやってきてくれたなというふうに思いますね。そういった意味ではいいご褒美ができてよかったなと思います。監督さんの中ではチームにはあるかもしれないっていうのはずっとこの冬っていうのは、あるというか、あるって信じてやろうということ で信じてやることがうまくいかなくてもうまくいっても必ず肥やしになるから、落選した時に一芝居悔しがれるように、またうまくいった時に謙虚になれるように心身を磨こうということで、いずれにしろごまかすようなことせず心のままにいった方がいいぞっていう話で来ましたね。ドキドキしながら待ってはいたんですけど、自分たち目標、日本一っていう目標を掲げてやってきたんで、選抜行けなくてもその夏で絶対日本一に監督さんは本番の夏だっていうふうに言ってくれているので、その行けなくても夏があるっていうふうに考えて待ってました。実際その選抜出場を聞いたのが、はい、校長の報告が最初、あ、テレビで、テレビで見て、配信で見てました。その瞬間ってどうでした？小林君自身と若菜ほっとした、率直に嬉しかったですし、そのメンバー、仲間もみんな喜んでましたし。選手皆さんで見てたんですか？あ、そうです、ね、その時の場というか、みんなこう思わずこうほっとなるというか、なんかどういう反応だったかって覚えてますか？みんなもう立ち上がってシャーみたいな感じでした。バスの中で、あ、いや、その、あ、2階の部屋で、そう、教室で待って見てました。甲子園でどんな試合をしたいですか？その一戦一戦をまず絶対勝ち上がって、勝ちにこだわって、そこの執念は絶対忘れないようにして、100点から来てこのチームの強みってのはどういうところにあるんですか？みんな我が強いっていうか、そのチームワーク良くて、そのハマった時はそのどこのチームにも負けない自信があります。
選んでいただいているのこの責任を今はすごく感じています。それはポジティブなドキドキ感の緊張っていうことですか。そうですね、はい、選んでもらったからにはというふうに思っているので、今はとにかくその個人に行かせてもらえるってその選んでもらう立場なのでそこで、まあ、頑張らないだっていう今責任感じます。実感は湧いてますか。まあ、そうですね、名前二所学者っていうふうに出た瞬間にそうですね、いけるんだって去年の秋はだいぶ悔しい思いをしたんですけど、はい、冬はどんな思いで練習してますか。自分自身最後に勝ちきれなかったので勝ちきれるピッチャーになりたいというふうに思って、そのためにピッチャーとしてのそのスキルを全部上げようというふうに思って、この冬のトレーニング基礎体力から一からもう一度鍛え直してきました。どんなことを一番やってたんですか。まずはその球速を上げたりスタミナを上げたりっていう風なことをしたかったので下半身強化を重点的に取り組んでやってました。どんな練習したんですか。タイヤをしてみたりだとか、あとはボール缶の走りであったりだとかスクワットであったりだとかウェイトトレーニングであったりだとか、そんな感じです。体を大きくなりました。体重も増えましたし筋力的にも上がってきました。体重は何キロから何キロ。体重は秋の大会が終わった時点で74キロで、今76キロ。スピードとかって何でしょうか。まだそうです、測ってはないんですけど、投げてるその自分自身の感覚としては強くなっているかなというふうに思います。秋の大会時点で137キロです。試合の映像とかって、あの日見たりとか。あ、見ました。見てなかったのか、してたのか。なんかその悔しさがあったので、やっぱそれを見て頑張らなきゃって、その自分を奮い立たせるためにも結構甘くなって、そんなに自宅にも戻らないんですよ。コロナ禍ですから自宅に戻っていなかったので、うん、見れる時にも少し今自身投球で、はい、今 の, その強み、はい、でさらにその、まあ、冬の、練習で、まあ、どういうところがさらに増してるか。自分自身緩急であったりコントロールであったりっていうの、三振を取るのではなくてその試合の流れを作るっていうのが自分自身の持ち味だと思っていて、やってきたんですけど、やっぱりそれだけじゃ通用しなかったですし、その球速をもっと上げたいっていうふうに思ってこの冬のトレーニングやってきたので、そこでもう一段階その球速も上げてその、まあ、抑える勝ちきれるピッチャーになれるようにふうにと思ってやってきました。